お母さん豚キムチャーハン美味しいって言われてめちゃくちゃ嬉しかった。来年はもっと進化させてとね。タイちゃんさんよかった。今日はね皆さん母の日なんでね、母の日なので結構後になりそうなのでお風呂に入ってきますと。皆さんありがとうございます。了解ですよ。今日はね10時45分締め切り、10時45分締め切りとさせていただきます。さあ遊び心のねブハート、ブート吹いてるぞ。さあ、紅林くんが一番だ。遊び心が大事。配球が。うん、危ないぞ。もう、初球から怖いよ。皆さん初球から狙いすぎよ。始球式ですから、一球目は。内戦。突拍子もないところに投げてみるっていうのもね。ああ、抜けるか。そこは玄ちゃんでも無理か。ゲンちゃんでもそこは取れない。龍馬ね。うわうっそー、詰まったと思ったのに今。そんなに飛ぶか。うーん、高橋コーナー。マジかよ。そんなに打たれるか。いや、3者連続マジで、マジか。よし、足子、まずはアンダート、まずはアンダート。ゆりかさん、ゆうとさん、えぐいと。マジでね、えぐいですよ、本当に。どうなったらそうなるのよ。ほんと。みんな、うますぎ？ほんと。ねえ、長谷園さん、これ、水野さんですね、水野さん。さあ、ここで浅村か。浅村が、引っ張り警戒して。危ない、危ない。めちゃくちゃスタンプで煽ってくるやん。あー、オッケー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 。ツーアウト、ツーアウト。高橋コーナー打ちやすいと、打ちやすいんですね。ADG さん、配球甘ないっすかと。ごめんなさい、下手くそで。配球が甘いと。ねえ、どの辺に投げたらいいのかもうわかんない。どこに投げても打たれるんです。どういうこと？マジか。水野さん、英語で水野さんですね。はい。ちょっとレオはちょっとよく、モサの方はわからないんですが、TikTok のね、うん。TikTok の、名前とね、プロスピのアカウント名が、ナイスバッティングよ。ちょっと待って。うん。これは相手が上手すぎるでしょうと。うたさん、こんばんは、ようこそ。ピッチャー変えていきましょう。ピッチャー変えていこう。相手がね、上手すぎるでしょう。ありがとうございます、午後の紅茶ナウさん。枠ギリギリ狙った方がいいと。ありがとうございます、アドバイス。枠ギリギリね。をギリギリボール気味にね。俺もうさの方はねもう見切られちゃうんだよな。内線内線、ここら辺のボールゾーンから、ナイス、よく頑張ったよ、よく頑張って、よく取った。お願いします。さあお願いします。水野さん、ありがとうございます。ディクソン、ディクソンか。さあ、一郎、集中。よっしゃ、内戦、内戦。よん、長く
そくそ、樹海院滝さん、ユニフォームは買えないんですかと。ユニフォームは、統一にしてるからっていうことですかね。樹海院さん、画質綺麗ありがとうございます。アリケンさん、午後の紅茶ナウさん、フォローありがとうございます。ガールさんね、ツーシーム、さあコックボボボ、決まってくるか。ここのね、入ってくるよ。あー、クソ、頑張れ。くそー、えぐい、えぐい。これ樹海さん、ありがとうございます。ユニフォームね、統一にしてるんですよ。はい、アリケンさん、 iPhone15 でですね、1080の画質で、うわー、くっそー、コールドなんかい、初回コールド、くっそー、強すぎる。ありがとうございます。